はい、はい、トークテーマは、はい、こちら。ででん、ドボン。今までの企画やゲームの中で一番思い出に残ったことは何ですか？チョコ戦は何ですか、うん、思い出に残ったこと。思い出に残ってること、そうだな、スワチョコルーナだったら、でも料理対決もそうだけど、あったね、あったあった、うん、でも一番はね、うんうん、なんか3人でなんか商店街出かけたことが、ルーナも覚えてるよ、覚えてるよ。もうルーナがあれでしょ、なんだっけ、なんかあのなんかすごいさ、テンション上がりすぎててさ、全部興奮状態になってた、あの札幌で。そう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 、ただただ商店街あのぶらり旅してるだけなのにめちゃめちゃテンション上がっちゃって、だから誰かとね、こう一緒になんか遊んで、こうショッピングじゃないけど、なんかそう一緒に遊んで、こう動いて歩いて、なんか食べ歩きしてっていうのがめっちゃ楽しい、そういうのが楽しいんだよ。かわいい。最近さ、ちょっとルーナ聞いて、お前ゴミどこ行った？ゴミどこ行った？いや多分ね、うちらの前だとね、この3人だとね、結構ねもうリラックスしすぎてね。忘れちゃってるよ。なるほどね、姫という立場を忘れね、今、うん、はね、普通の女の子なんだという。普通の3人でいるときはね、ルナは普通の女の子なんだよ。へぇ。でも、なんかその商店街歩いてるときに、うん、ルーナが、なんかその、なんだっけ、なんか練り物、あー、なんかね、あった。ちくわみたいなやつ。そう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 、なんか、あー、はい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 。食べたくなって。そう、おー、わー、食べたいって言って、でもチョコ戦がルーナにさ、甘々だからさ、ルーナ様、どれを食べたいのって言って、全部買うわよ、みたいな。なんだこいつら。全部買いたくなっちゃう、ほんとに。そう、横で見てたわ、マジで。あったな、そんなことも。あったよー。懐かしいわね。